はい、メタル YouTuber でメタです。はい、リアクション動画を撮りますよ。またベイビーメタルニューソング来ました。タイトルはライト&ダークネス。はい、ね、モージー発売のね、またね、あのコンセプトアルバム、ジ・アザー・ワンからのね、先行配信楽曲ですけど、これ先行配信楽曲第4弾ですね。第4弾、はい、早いもんですね。もう4曲目です。はい、というわけで早速ミュージックビデオを見ます。最悪、もヘッドホン絡まった、もう嫌になってこれ。もうでは行きましょう。はい、お、この前のライブなんですよね、ベビーメタルリターンズね、幕張メッセ。はい、何そのダンス何そのカクカクダンスは。おう、ここまで普通のダンスソング？なんかより一層ダンスが上手になってないですか？なんていうか、まあ正統派な感じの印象がします。なんですかね、クラブミュージック的なものもありますね。飲み物置いてあったな。水分補給用。なんか普通に見入ってしまいます。はい、もう終わった。うん、まあ初めて見た感想はファーストタイムリアクションとしては、なんていうか、まあ正統派なロックで、まあ、ダンスミュージック的なのもありつつ、なんかね、まあドラマティックでありながら今までにありそうでなかった曲というか、まあ、それがファーストタイムのね、感想です。はい。はい、もうこれでね、もうかれこれ、The Other One からのね、曲はね、4曲先行配信されてますけど、なんかあともう1曲出らしいですね、先行配信。はい。ね、まあ、4曲今まで出ますけど、皆さんはどうでしょうか、ね、ディバインアタック、モノクローム、メタルキングダム、そして今回のこのライト&ダークネス、どれが一番お気に入りですか。まあ、ぜひ、まあ、そういうのとかね、皆さんの感想とかぜひね、聞かせてください。